教材の2024年の今日は3回目です。実験4で2、1人溶液を加えて加熱すると P2 と P3 が紫色になったということだから、これが N マッタで、こっち C マッタやな。で、これは、アミノ基がないやつはこれやな、プロリンやな。プロリンだけやから、この A5 がこれプロリンというんだな。プロリン A5 がね。で、実験後で、これ濃硝酸アンモニア水加えたらということやから、フェニル、ベンゼン環なんだな。これやな。ベンゼン環があるやつは、この、A5 がプロリンやから、これが反応したのは P1 と P2 ということやから、 A4 がこれがフェニルアラニンということやな。こうやりますよね。で、分子量が P1、P2、P3 の順番に大きいんだから、これとこれ共通やから A3 の方が A1 より大きいでな。 A3 が A1 より大きいということやから、これが、ロイシンか。これロイシンで、こっちがバリンということかな。バリン。で、最後の X は、これ、まあ、分子量のことを考えると、この、A2 が、これが X ということだな。ちょっとあの、分子量のことを考えて、これとこれとこれで、順番に P1 というのは